方向案内標識しがらきインターチェンジは、滋賀県高賀市しがらき町規制にある、新名神高速道路のインターチェンジである。高賀市しがらき町地域の北部に位置し、しがらき市街から車で約10分、高賀市中心部から約20分の距離にあり、大阪、草津方面から水口方面へ向かう場合に利用することが多いが、2009年3月20日に、 東 IC から東へ 6.7km 先に、江南 PA に併設する形で、江南 IC が開通し、高賀市中心部へ向かう場合はわずか数分ではあるが、江南 IC を利用する方が早くなった。上り線への加速車線は、本線合流から早戸川橋途中までと非常に長い。また C ランプは、ランプ途中から、本線合流まで、しがら木橋の一部になっている部分がある。 インターチェンジ構造は Y 型である。滋賀県警察本部交通部高速道路交通警察隊のしがらき分中隊が併設されており、自己勝利者やパトカー、覆面パトカー数台が配備されている。亀山連絡六大線にある亀山設表基地や高架地山インターチェンジ、草津田上 IC と同じく IC 敷地内には、 説表対策用の道路維持作業者が配備されている。2009年3月に本線への流入ランプ分岐地点の京都大阪の方向案内標識の下に名神の補助案内標識が名古屋伊勢の方向案内標識の下に東名阪伊勢道の補助案内標識が高架地山インターチェンジと合わせて設置された。聖武天皇が シガラキ宮で混流を命じた幻のシガラキ大仏に使われる銅を製造していたとされる単屋屋敷遺跡が2002年12月14日に東 IC の建設工事中に本線と料金所を結ぶランプ状に発掘された遺跡が位置する場所は当初の計画では森土構造で遺跡は完全に喪失されてしまう広報であったしかし 滋賀県教育委員会と当時の滋賀基町教育委員会が2004年9月に古代史を理解する上で書くことができないとして遺跡の現地保存を旧日本道路公団に要請2005年4月20日に両教育委員会と JH が当初の計画からあった早戸川と指導をまたぐ140メートルの橋梁を遺跡側に50メートル延長し橋梁で遺跡をまたぐ 橋梁構造に候補を変更することで合意した。これにより遺跡の喪失は免れることになったが、インターチェンジの公費が約1億円増加した。この時に建設されることになったのが、単野屋敷橋で、料金所側から順に、単野屋敷、遺跡、甲賀市道、早戸川水辺公園、早戸川をまたいでいる。遺跡保存のために候補変更をした例は珍しいが、 その一例として、舞鶴若狭自動車道の被災地延山トンネルがある。こちらも建設途中に私支援材古墳が発掘され、霧戸から古墳下にトンネルを掘削する工法に変更された。また、丹野屋敷遺跡から北西すぐに位置する新宮神社遺跡も、新名神高速道路の本線工事中に発掘され、2001年2月に、 滋賀県教育委員会と滋賀木町教育委員会が JH に保存を要請。2001年11月28日に両教育委員会と JH が東 IC のランプ橋脚計3本を東に20メートルずつ、遺跡西側の本線にある滋賀木橋の橋脚2本を東20メートルずつずらすことで合意した。 これによりこちらの遺跡も喪失を免れることができたが、公費が4000万円増加し、工事の着工も1年遅れた。しがらきインターチェンジ全景開通後1ヶ月間の交通量実績地元選出の県議会議員の活動報告紙に掲載された2008年2月の開通から1ヶ月間の交通量を以下に示す。表中の単位は第2期。中最高値を赤色で。 開通初日を除く最低値を青色で表記している。国道307号とのしがらき IC 口交差点 IC 周辺はしがらき具に関連する遺跡等が複数所在している。ありがとうございます。